はい、ただいま7月21日の朝5時18分です。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。無事に1周目が終わって、今日はなんか久しぶりの晴れが出てきた気がします。なんか、晴れ晴れしいです。以上です。私は、まあ、最後の最後、いつも何かしらアクシデントが起こるんですけど、今回は、エンジンが止まらなくなるというアクシデントが起きて、まあ、辿ってみたら、そのプラグが、抜けていて、そこが、問題だったんで、そこをはめれば、エンジンが止まるということにはなっていたんですけど、今度は。どこのプラグかというと。ここの。これか、これか。ここのプラグが抜けてて、まあ、結局エンジンかかっても止まらないという。で、それに連動してないのか、刃も止まっていて、一旦もう分からなくなったので、自分もこれをやめて、草刈り機でやってしまいましたが、まあ最終的にはここの部分も入れる状態にしたまま一生懸命エンジンかけたんですけど、結局抵抗がかかってエンジンがかからないっていうのを、そこに気づかないままずっと一生懸命エンジンかけたんですけど、かからないまんま、そこで諦めまして、まあ、多田さんに聞いたらここの、切りにしてかければ一発でかかるという。今かかりました。オンに入れないですね。こういうのです。はい。で、こうやる。ちょっとそこで、枯れてるところを見せますと。まあ、という感じで、まあ、機械の特性がよく分かったということは、まあ、よかったの。まあ、機械はぶっ壊れたとかじゃないので、機械の特性が分かって、まあ、最後の最後でちゃんとそういうのが分かってよかったなと思います。以上です。はい、まあ、田んぼは全部一周終わりまして、ただですね、ちょっとこのツインモアで、刈ろうとしている農道が一部ありますんで、まあ、それが終わればですね、もう完全に一周終わりになりますが、とりあえず、早朝の田んぼは一周終わって、なんとかほっとしております。どうもありがとうございました。よいしょ。はい、終了時刻は7時34分です。ちょっと早めですが、今日はネグル新潟の細貝さんが生育調査で8時半から来ますので、これで終わります。